志賀町では元日の地震で震度7を観測し甚大な被害が発生したことから、当初1月7日に開催する予定だった20歳の集いが延期となっていました。今日はおよそ4ヶ月遅れで開催され、新成人140人が出席。冒頭には今回の地震の犠牲者に黙祷が捧げられました。そして新成人代表の万年俊幸さんは、ふるさと志賀町に生まれ育ったことを誇りに、大人としての自覚を持って歩んでいきたいと決意を語りました。地震を得て皆様で無事で集まれたこと、本当に感謝してます。周りの環境に嬉しいと思っております。嬉しいです、はい、今まで地元の志賀町にはたくさんお世話になったんで、これからは地元の志賀町にたくさん恩返せるように頑張っていきます。久しぶりに集まった新成人たちは、写真を撮るなど旧友との再会を楽しんでいました。